まずは自分のガレージが、はい、まあ自分で作りたいのが最初に聞いて、まあ最初ね、はい、でまあインターネットで、はい、さいたま市、はい、ガレージと検索をしたら、はい、ガレージさんの、はい、出てきて、はい、でそこのホームページを見たら、はい、これは素晴らしいじゃないですか、はい、はい、ということで、はい、ガレージさんを知ったと、はい、はい、いうきっかけなんですね。はい、まあ、ちょっと贅沢かなと思うんですけど、まあこれだけ広いスペースがあって、はい、まあ上にもそれなりの居住でご職があって、で、まあ、家賃等を考慮すると非常にまあ有効かな、有効的だな、はい、そうですよね、いうふうに思いまして、で、まあ自分の好きなものがね、どんどんその間近にしまってあって。はい、まあ仕事でこうちょっと詰まった時とかに下に降りて帰るだけでもものすごいこう気分転換になりますね。それがもう最高なところじゃないですかね。もう嫌いなものがここにはないので、おっしゃるとおりです。僕の好きなものだけに囲まれてるわけですから。はい、ポルシェは僕の中では工業製品としてはものすごくこう完成されてて、なかなかこう手を自分で入れていくと、もう本当に全体をいじるようになってほしいんですね。この人はもうこの吊るしの状態でなるべく乗るものだな、でこれはもうこれで完成してですね。で、ハーレーはどっちかというと工業製品としては非常にまあ言い方悪いけど雑。確かにそうですね。で、だからちょっとしたところを手を入れてってあげると、まあ例えばブレーキとかですけども、変えただけでものすごく変わるんですよね、バイク自体が。なるほど。だからもうマフラー1本変えただけでも相当変わるし、ものすごくそういう簡単に変化を楽しめる、逆に自分の色が出せるようなものですよね。まあ一番は気分転換が進んできて、あとはその保管状態、不安がなくなったっていうのが大きいですね。だからこれでまあセキュリティでね、よくあるセブンさんとか、ああいうものをつけていればほぼ自分は安心できますし。そうですね。オイルが最近やってもらったんですけど、ちょっと前まではやっぱりダラダラ言ってて、ちょっとね、この床にシミが残るのがすごくこう心配ですよね。ありがとうございます。僕だけじゃなくて、そういうそのやっぱりオーナーさん多いと思うんで、とにかく床は塗り床か、もしくはPVCシートとかですね、一緒に貼るという方が大家さんもいいと思うんですよね。